てことでですね、まあ今日も、まあちょっと準備したりとかして過ごしていたんですけども、連日お疲れ様ですよということで、連日今週でもなんか今週ずっと確かにまあ東北遠征が週末にあるので、なんかそれに向けて練習とかしてたり、でもまあまあそうですね、ほとんどそういう感じだった気がするんですけども、みんなさんにぜひね、まあ、無理には言えないんですけど、来てほしいなって強く思うイベントでございますね。おちさんこんばんイエス、ありがとうございます。こんばんイエス、よろしくお願いします。そして、こんばん、あ、よしさんこんばんは。イエスちゃんかわいよ、ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、なんか私的には今日は、まあ、もうめっちゃね、昨日もそうですけど、すごく雨が降っている、まあ、いろんな地域によって変わってくるんですけど、大変な、びっくりしました。本当に雷雨ってなった時に、そう、なんか雷雨結構苦手ですね。私は雷が結構まあ驚いちゃうんですけど、そういう時にツイッターでも言ったんですけど、雷と、あ、てか、まあ、雷雨、そうだね、雷が発生している場所、風の流れ、あとそうですね、雨が降っている場所って、それぞれこう分かるやつをアプリを持っててよく見るんですよ。1日1回見ますね。見て、なんかそれって天気図も面白いんですけど、天気図よりもなんかリアルなんですよ。リアルタイムで見れるし、なんか未来の予測もこう立つし、なんかこっちにこう風の流れがこういってるから次こうだとかっていうのがすごい分かりやすく確かに見ることができるので見てたけど、それも雷雨の場所がもうめちゃくちゃ色によっても変わってくるんですけど、もうびっくりしました。ってなんかあんま見たことがない感じだったので、皆さんの地域本当にこの夜ね、夜更けとか本当に怖いと思うんですけど、互いに気をつけたいなって思いました。本当に明日が終われば遠征だ。そうなんですよ、明日、そう、私今日金曜日だって途中まで思ってたから、なんかもうてっきりもう明日みたいな、行くって思ってました。明日？そうですね、違うわ。カンパチヒロシさん、こんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いします。カンパチヒロシさん、2度目の訪問ありがとうございます。お台場のボイスチェキが今頃届いたよ。お台場？撮影会ですか？そうですよね。6月？ 6 月ですかね、あれ。違うかな。めっちゃお待たせですね。昨日、今日と雷すごかった。すごかったです。なんか、いや、でもさっきもすごかったんですけど、ちょっと前。びっくりしました。本当に怖いなと思って。やっぱなんか、人にも落ちることってやっぱ少なからずあるじゃないですか。少なからず怖いです、本当に怖い雷。たなちゅうさん、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。そして YM さん、こんばんは、来てくれてよいしょ、ありがとうございます。お願いします。雨雲もレーダー言えなかった。雨雲レーダーたまに見るよってことで、雨雲レーダーってめっちゃ便利ですからね、本当に。今自分どこにいて、あ、次何時間後、1時間後はこうなるんだなみたいな、わかるの便利。あ、ヨシさんが、あ、これあれです、あれだわ、タオルじゃない、マフラーじゃない、ラブラブラブ、こういうやつ、すごいラブ、ありがとうございます。たくさんラブをいただいてしまいました、ありがとうございます。遠征楽しみもあるってことで、そうなんですよ、宮城県に行くので6日と7日一人でも多くの方に来てほしいですし、まあ、このようなご時世なのであんまり強くは言えないけど、ちょっとね、もうちょっと輸送予約もぐぐっと増えたらすごい
嬉しいなと思って、ちょっとドキドキしながら待ってます。ちょっと一人でも多くの方にお会いしたいので、ちょっとね、みんな行きづらいですよね、ちょっと。でもちょっと頑張らんなんないと思って、せっかく東北に行けるチャンスですし、新しく始まるプロジェクトもね、花開く時なので。ひろゆきしあん、プラズマジカさん、初訪問ありがとうございます。しかも、フォローもしてくださったんですか。ありがとうございます、嬉しい。フォローもしてくれてありがとうございます。こんばんは、はじめまして、とても可愛いです、応援してます。本当ですか、ありがとうございます。嬉しいです、そんな身に余るコメントを受けて嬉しいです。大佐さん、こんばんイエス、ありがとうございます。こんばんイエス、よろしくお願いします。そして鍋和さん、こんばんは、来てくれて嬉しいです、よろしくお願いします。そして今井ちゃん、こんばんは、やった、来てくれて嬉しいです、ありがとうございます。スリッパパワーさん、2度目の訪問いただきました、ありがとうございます。たくさんの方に来てもらいたいですね。そうですね、本当東北の方にもお会いしたいし、一緒に駆けつけてほしいし、宮城に。1日目、初日の6日はつつじが丘公園で観覧無料のチャリティーライブっていう形なので、やっぱりこうね、こう気軽にこう多分皆さんもこうフリーライブって来やすいと思うので、来てみてほしいなって思います。あとそうですね、なんか7日はポエムの上野愛ちゃんの生誕公演なので、一部に出ます。ぜひ、いやこの日も来てほしいなと思います。やっぱ遠征ってこう普段と違う土地でやるのでドキドキするんですよね、本当に。土日イベント頑張ってください。あ、カンパチヒロさん、ありがとうございます。そうで、なんか、今回葵ちゃん来れないくて残念なんですけども、なんか結構シュリちゃんと準備とかをこうしてて、で結構その仙台、私も仙台は割とプライベートとかでも福島に帰った時に、お買い物に行くって言った時にはやっぱり仙台に行くから馴染み深い場所なんですけど、なんか七夕祭りもあるので、それもちょっと回るっていうか、ちらっとこう見たいなって思ってます。七夕の飾りすっごいこうもう圧巻なんでね、あれを本当に見るの楽しみだなって思ってます。土曜の天気大丈夫なんですかねってことで、なんか天気予報さっきも見てたんですけど、なんか私たちの予報では大丈夫だと踏んでるんですよね、勝手に。でもなんかすんごいこう天気、まあ不安ではあるんですけど、外なのでね、野外音楽堂は6日はなんですけどね、ギリギリ大丈夫だと思ってました。あ、エンタさん、こんばんイエス、ありがとうございます。こんばんイエス、よろしくお願いします。仙台は東北の首都だからね。確かに政令指定都市ですからね、東北の中で、まあ、一番、まあ、やっぱ都会だなと思うんですよ。私、東京にあって仙台にないものはないって言えるぐらい全部仙台に揃っていると思うから、仙台好きなんですけども、そうだね、私やっぱ巡りたいとこいっぱいあるんでね、はははとか言って、前回仙台行ったのめっちゃ前ですもん、だって。そうなんですよ。あ、エンタさん、久しぶりに見たら髪型変わった、素敵。あ、そう、いつでしたっけ、1週間前ぐらいでしたっけ、でしたっけとか言って、に切ったんですよ。切ったらちょっと切りすぎたけど、まあまあいいでしょってことで、髪もちょっと、いつもでもこのぐらい暗くするんですけど、多分色が抜けて茶色くなっちゃって、黒く染めてを繰り返してます。そうなんですよ。イエスさんがいれば天気も大丈夫か、あ、いや、わかんないです。私、雨女でも、雨男、違う、男ではないです。雨女でも、晴れ女でもか、ないんですよ、多分。なので、
分かんないです。でももし身近に一緒に行く人に雨女とか晴れ女がいたら、そっちに多分吸い寄せられて引き寄せられて晴れだか雨だかになると思うので、私はなんかどっちでもないなって思いました。ミラさん初訪問ありがとうございます。イエスちゃん前乗りするの？前乗りっていうのかな、前乗りではないかなっていう感じなんですけど、まあ、あの出演午後なんで6日の、でも早めには行きます。そりゃそうですけど、めっちゃ早めに行きます。8日はアイドル塾ありますか？8月8日って何かあります？8月8日はあの、まあ、自分も東京にはいないんですけど、ロックユーとかうちの主催は特に何もないですね。誰か SIR とかひまぷりさんもないと思います。あの SIR わかんないか、わかんないですけど、ないですね。15日は普通にライブがあるんですけど、多分公式で上げてくださるので、はい、そんな感じです。土曜はずっと降水確率 40% のようです。 Google 先生、あ、そうだ、降水確率はそう、なんか 40% あるねって話してて、でもなんかこう、最高気温26度か、それだったら26度が最高気温だったら涼しいねみたいな、涼しいね涼しいねと思ってました。じゃあ今月はアイドル時間ない感じですね。あ、15日だと思います。8月の15日ですね。なので私はライブをその日に予定してますね。アイドルフェスか、アイドルフェス。イエスちゃんおばんイエスですってことで、おばんイエスです。ミヤボンさんよろしくお願いします。涼しいのは嬉しいですねってことで、そうですね、嬉しいし、なんか日差しにもよるのかなと思うんですけど、どうなんだろう、なんか油断はせずに盛り上がりたいなと思ってます。森尾さん初訪問ありがとうございます。了解ですってことで、8月15日多分スタッフさんも公式から出してくれるので、そうですね。いや、だからまあ今月は割と序盤にイベントイベントって感じですかね。そうなんですよあとなんだろう、でもなんか結構なんか明日は準備するんですよ。私今荷造りってものを何もしてなくてですね、明日さあ荷造りするぞって準備するぞって感じなんですけど、なんか買わんなんないものが結構意外とあることに気づいて、明日なんかやばい、いろいろ巡ろうと思ってます。あとね、何ですかね、あ、そう、なんかオンラインチェキも発売になったんですね。でなんか概要を見てみたら、オンラインチェキ、宮城のオンラインチェキはあの新しい衣装、そう、新しい衣装っていうか、その東北の応援プロジェクトの衣装っていうんですか、でのチェキになるので、まあこちらもレアというか初だねって感じなので、ぜひあのオンラインチェキの方も申し込んでもらえたらありがたいなと思います。そんな感じなんですよ。あとは雨が降らないことを願いましょう。そうですね、雨降ったら困るなと思ったんですよ。で野外なのできっと物販も分かんないけど、暑いかな寒いかなどっちですかね、天気によるんですけど、だからあの昨日あの首にかけてここにあのファンがついてるやつ、バーっていう、こうファンがつく、なんつうの、あ違う、あのヘッドホンがここにつくみたいな、なんかここから2つの風を受けるやつ、なんていうんですかね、扇風機の肩首掛けバージョンのファンがふわってつくやつが、なんかね、それがあったんですよ。みんながなんか使ってて、ユスも前にフランフランのアウトレットに行った時にすごいバズってたから、あ欲しいと思ってたら、うちの家族はみんなそれ持ってるって言ってて、
怪しい気持ちなかったんですよ。でも考えてみたらあれって物販の時にここから風が吹き上がってたら、あのチェキ書きながら野外ライブでなんか熱中症予防になるなと思って、めっちゃナイスアイデアだと思って買いました。だって普通のハンディファンは首からかけてもなんかこう角度をつけられるやつはこう顔にちゃんと当たるんですけど、そうじゃないやつ、手でこうここでこうやって持たないといけないやつはここにずっとやってないといけないからチェキかけないと思って、なんかめっちゃいいの買えたなと思ったわけです。あとね、なんか遠征するときにあの絶対にあの首枕みたいなあれは超必須だと思って持ってくんですよ。でもね、なんかあの私ずっと新幹線とか座ってると筋肉があるんだか、いやないか、ないから痛くなるのか、あの太ももの裏側は痛くならないですか、なんかめっちゃ痛くなるんですよ。だから本当は座布団1枚持ってきたい、持っていきたいって、なんか車とかもそうかもしんないし、どこに行っても座布団、高性能な座布団が欲しいなって思いました。新衣装ですか、まあ、新衣装っていうね、まあ、新っていうか初衣装っていうか、なんて言うんですかね、ってなんか備考に書いてあったんでね、まあでも現地に来てくださる方は本当もちろん当たり前ですけど、あのその衣装って感じですよね、そのプロジェクトの衣装みたいなお披露目ですかね。なのでいやでも近い方もそうですけど、遠征もね、あの可能な限りできる方は直接会いに来て見て、その瞬間を見てほしいなっていうふうに思います。なかなか難しいかもしれないけどね、本音で言うとやっぱり一人でも多くの方に予約いただきたい。ちょっと一周約寂しかった、一周約っていうかなんか全体的にしょうがないですけどね。これからはどれくらいの感覚で東北遠征あるのかなってことで、月に1回はあると思うんですけど、もっともっと東北で売れたらですね、きっと増やせると思うんですよ、私の予想ですけど、イベントとかも。でも今のところはやっぱりそんなにペースを上げられないのはもっと頑張らなくちゃいけないってことなので、そうですね、一回一回本当にめっちゃ大事にして、一期一会&チャンスをつかむぞっていう気持ちは前のめりに持って東北で暴れまくりたいなって思います。そうですね、まあ福島の方にも宮城、私は結構宮城に行くの、なんだろうな、行くことあるので、そうですね、まあ、ちょっと距離があるにしてもちょっと来てほしいなっていう気持ちはもちろん大きいです。本音はね、買い物上手ですねってことで、買い物上手ってことにしときましょう。あ、のべかずさん、これはこの間学んだやつや、チーズケーキじゃなくて線香花火、ありがとうございます。線香花火ね、8月のですよね、8月のギフトありがとうございます。新幹線のアイスクリーム食べたい、新幹線のやつか、あれさん、なんかバニラしかないんですかね。この間あの調べたんですよ、ネットで、なんか食べたい時に、なん、じゃあ新幹線の売り子さんはゆっくり進んでくれてるんですけど、最近ユース思うけど、後ろから来る時に、来られる時に一瞬気づかなくて、であの一瞬を逃すと、すいませんって後ろから行って戻ってもらうのめっちゃ悪いなと思うから、あの事前にそのな、どんなメニューがあって、そう注文するときに迷わないようにメニュー調べとこうと思って調べたんですよ。そしたら東北本線の翼かな、まあ、あのアイスがバニラって書いてあって、バニラ以外もあると思ってたら、私が見たときにはメニューもね時々変わるって書いてあり、あったけどバニラって書いてあったから、バニラなんだと思って。バニラも美味しいんですけど、なんかユス、バニラよりチョコとかイチゴとかクッキー&バニラとかチョコミントとか、なんかそういうのがすっごい好きで、そうなんですよ、種類増えたらいいなと思ってました。なおちさん、頑張りユス、ありがとうございます。頑張りユス、たくさん会ってほしいところですが行くのが大変だってことで、
そうですね、なんかやっぱスターにならんなんないんで、さ、引く手あまたみたくライブには出ていきたいですね。行けるときには行きます。赤羽さん、ウェルカムトゥーザ東北、エブリデイ待ってます毎回待ってます。そっか、来れないんかね、6日と7日。シク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 、新幹線乗るの楽しみだってことで、新幹線なんか私は主に東北本線にばっか、東北新幹線に乗るんですけど、確かにでも福島まで近いからあっという間なんですよね、考えてみたら。まあ、トランベール読んでちょっとうとうとして、なんか飲み物とか飲んでたらあっという間に着いちゃいますね。なんかそうだな、まあでもトランベールもそうなんですよね、沢木さんの連載が終わっちゃったっていう。以前郡山の帰りの新幹線でリンゴのアイスクリーム食べたよ。時期で種類あるのかも。え？じゃあそれがいい、それがいいとか言って、食べたいです。リンゴは絶対美味しい。東海道新幹線のこだま号は車内販売してないんですよってことで、そうらしくって、それも調べたんですよ。それはなんかちょっと前に調べたんですけど、こだまってプラットこだまとかあるやつですよね、ちょっとお得なやつで、なんかちょっとゆったりしてるかな、時間も。これはなんか車内販売メニュー食べたくなるんじゃないかと思ったら、なかったです。赤羽さんごめんなさい。宮川純さん、あ、初訪問ありがとうございます、お願いします。予定早めに出してもらえたらスケジュールも立てやすいと、私もそう思ってます。早めに出したら皆さんも予定をね、掴みやすいので、私もなんかその9月の予定を今めっちゃ確認しというか知りたくて、そうなんですよ、知りたいです。確かにちょっといつどのライブに出るのかなみたいな気になりますね。ねえ、いやー、どうしよう、9時か、9時になっちゃうね、9時になっちゃうけども、よいしょ、どうしようかな。どうしようかなと、このままもう寝ようかなって思いますね。寝ようかな、いつもなんか起きる瞬間に、なんで私は昨日寝るのもっと早く寝なかったんだろうってすごい後悔するんですよね。静岡駅かな、東京駅までこだま号はのぞみ号とひかり号に6本抜かれます。すごい、のっちさん数えたんですか。そうなのか、抜かれますよね、抜かれるの。仙台でずんだ食べる、ね、ずんだもんですよね、ずんだシェイクもそうですけど、ずんだパフェも美味しい、全部食べたいわ。まあなんかその行って、毎回そのライブが1日に、まあ、例えば2本昼過ぎと、例えば夜とかにあると、割と1日ずっとライブハウスにいるみたいなことって多いと思うんですよ。だけど今回なんかそうですね、初日はちょっと2本あるからあれですけど、2日目は1つなんです。1つだから皆さんもその前後とかでなんか食べられる時間があるんじゃないかなみたいな思いましたね。なんか今からね、ゆす食を抜いてもいいから、美味しいものを本場で食べたいなっていうふうに思います。どうですかね。でも今さっきちょっと衣装の話をしたんですけども、
その衣装を着た時に、なんか私その、ま、じゃちょっとだけ、いやま 1.5 日ぐらいちょっとダイエットをしてたんですよ。まあいやでも、いや違うな、言うてなんかその前の週も前の前の週もなんかたくさん食べないようにはしてたというか、まあ変な時間にたくさん食べないってことですね。なんかでも食べたいものは食べる、食べられる時に食べるけど、あんまりなんか無理して食べないようにしようと思って、そうしたら痩せるかなと思ったら、なんか確かに体重自体は落ちたんですけど、なんか落ちてほしいとこって落ちないんですよね、見た目で。でもなんかなんだろう、でも衣装なんかきつくはないっていうか、きつくはないっていうか、なんかそのなんかゆとりはちょっとあったから、よかったみたいな、ちょっとしたダイエットしておいてよかったと思いました。ちょっとゆとりがあれば食べても別にね、きつくならなそうだし、兄さんお土産話お願いします。つつじが丘公園は七夕の本拠地の反対側なので、ちょびっと面倒なのかもなので、 ご承知おきよ。おー、そうなんですかなんか私はつつじが丘公園に行くのは初めてなんですけど、なんか楽天の球場の方だってみんな言ってたから、あ、そうなんだと思ってね。そっか、じゃあカンパチヒロシさんはその仙台マスターですね、羨ましい。赤のマニキュア珍しいような、これ実は赤じゃなくて濃いピンクなんですよ。でも本当は赤がいいと思って、なんか赤にしようかなって思ったら、なんかにしさんにダイエット必要ないでしょう。いやダイエットは必要なんですけど、なんか落ちてほしいところは人生そんなうまくいかないから落ちなくて。でもモーニング娘。トゥートゥーリーダーの福村瑞希ちゃんが、まあ、その例えばコロナとか自粛中とか体調崩しちゃった時に、あの基礎体力を落とさないためにやるエクササイズを、あれインスタだっけかな、インスタで動画にしてまとめてて、それ見て、いやちゃんとやらんなんないなと思いました。なんかあのでもめっちゃこう足をこうやるやつとか、あとなんだろう、あのこうやるやつなんだっけさっき見たのに忘れちゃいましたけど、あとプランク、あと腕立て、やっぱ腕立ては大事だと言ってました。住んでるだけで全然マスターじゃないですってことで、でお会いできますかね、6日7日ね、いずれかね。すごい、仙台行って、ね、仙台市民だ、わーい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 。なんか一人でも多くの方に会いたいですね、初めましての方にも会いたいですね。どんな感じなんだべな、緊張しますかね、私きっと多少は当たり前に緊張しますよね。どうなんだろう。でもなんか東北でライブするとき、福島とかでライブするときはどちらかって言ったらなんか安心感の方が強いというか、なんでなんかすごいなんかこう安心ですね、安心しかしてないまま歌ってますね、考えてみたら。初めましての方に来てもらえるのが一番ですねってことで、初めましての方に来てもらいて、初めましてして輪を広げて、でいつも来てくださる方とか久しぶりの再会だっていう方ともお会いをして、なんか改めて東北遠征に来てよかったって、あのお互いにね、私も遠征してよかったと思って、皆さんも来てくれてよかった、行ってよかったって思ったら、次回以降もたくさんいろんなところでライブできるなと思うので楽しみですね、楽しみだっていう感
もお腹空きましたね。今なんかその話をしたら急にお腹が空きました。うん、何食べっかね。昨日豆腐を夕ご飯に食べて我慢したんですよね。そういえば、お昼ゆす何食べたっけかな。あ、お昼はラーメンとライスを食べました。なんでダブル炭水化物取ったんだわ。したら夜は、難しい問題だ。今ね、私おでんが食べたいんですね。でもおでんってさ、自分で作らんなんないじゃないですか。今コンビニでおでん売ってないから、ああと思って、おでんを売ってほしい。私が何とかするからおでんを売ってほしいです。全部買い取りますって言いたいんでね。おでんが食べたいわ今。ご飯食べましょう。食べたいです。あ、おでんは本当ダイエットなんですよね。おでんで太ったこと一回もないですもん。多分おでんと、なんだろうな、冷やし中華とかも太ったこと多分ないですね。食べて冷え冷えってなってると大体そんな人はね太んないんでね。あとなんだろう、ポテトも大丈夫ですね。ポテトも大体サラダなんで、ね、野菜なんで。なっちさん初訪問ありがとうございます。なっちさんファンレベル5に上がってくださってありがとうございます。家系ラーメンとライス食べたいです。あ、家系ラーメンもいいですね。ふふふふ、めっちゃラーメンね、食べたいわ。おでん缶で、おでん缶食べたことないけどどうなんですかね。意外とおでんにうるさい人かもしんないんでね。跳ねてる。ポテトは太ります。大丈夫なんですよ多分。ポテトでも多分太ったことないんですよ。太ってない。ポテトでも大丈夫。太ったなと思った食べ物は、まあ、いくつかあって、ドーナツ食べ、めっちゃ食べてた時になんか太ったんですよ。あれだわ、あれ、あのクリスピークリームドーナツをめっちゃ食べてた時めっちゃ太ったんですよね。でも4キロぐらい太ったんですよね。あとね、あの普通のミスタードーナツも太った。食べ過ぎたからね、あの時は。太ったりとか、でもテンション上がっててなんかいっぱい頼んじゃうんですよね。ですね、なんかドーナツってなんかあると食べちゃうんですよね。穴が開いてるか、開いてなかったら分かんないです。もしかしたらと思うかもしれないけど、穴が開いてることによって食べちゃうんですよね。めっちゃ不思議なんですよ。なんか村上春樹さんの羊男のクリスマスっていう作品に、あの羊男が出てくるんですけど、まあ、羊男ドーナツめっちゃ食べるんですよ。だからね、あのドーナツ見てるだけでも、私もなんか羊男じゃないけどドーナツ食べようと思うから、なんか不思議なんですよねドーナツってね。あとこの郡山駅前にミスタードーナツがあるんですけど、そのあの魔力はすごくて、やっぱなんかあれ福島にもミスタードーナツあるんだなってこうやっぱこうドヤみたいなって思って、多分ドヤってなりながらそこに店を構えてるんですけど、したらもうなんか入るしかないべなっていう感じで吸い込まれていくんですよ。だしなんか店舗綺麗で新しいし、ってなって、群馬県のこんにゃく麺食べてみては。あ、群馬って確かにこんにゃく有名ですよね。たまに食べます、こんにゃく麺。なんか売ってますよね。ゆっさん理論ならポテトは大丈夫と。そうですね、だって
ポテトで太るとか言ってたらなんかまあ上がってますけど、上がってんのもまあ一瞬なんで、そんなになんか油って感じもしないし、大丈夫だと思ってるんですけどね。中のじゃがいもが困ってますよ多分。これも野菜なのにみたいな。セブンイレブンは店によるけどおでん袋が売ってたりする。すごい、袋ですか、すごいです、びっくりしました。ドーナツか甘い揚げ物はそりゃね。アサターンダギーとかもめっちゃ太りました。すごいなんか食べてた時あって、なんか上がってると結構あれなんかな、わかんないですけど。おからドーナツにすれば、おからドーナツって、あ、豆乳とかおからとかありますよね。あれヘルシーだから、あれはもうゼロどころかマイナスカロリーみたいな、痩せちゃいますね。郡山も行きたいなってことで、こんばん、郡山行きたいです。郡山でライブしたらエモいので、皆さんその時には絶対に来てほしいですね。なんかずっとリリーベやりたくてしょうがなかったんで。ドーナツの誘惑には勝てないのですね。いや、びっくりします、あのドーナツのね、何なんですかね、怖いわ。つよぽんさん、こんばんゆか、ありがとうございます、よろしくお願いします。はまひろさん、初訪問ありがとうございます。つよぽんさん、2度目の訪問ありがとうございます。今日は大雨すごかった、そう本当にすごかったので、あのもしかしたらね避難とかされた方もいるかもしれないんですけども、ちょっと気を抜かずに気をつけましょう。本当に磐越西線とかあの橋がまさか崩れて落ちるというかなってしまうと思わなくてびっくりしました。どうなっちゃうんだろう復旧作業が。フライドポテトとポテチとポップコーンばかり食べててすごい太ってる人いますよ。そう、どういう情報ですか。あ、ポテチはなんか結構うちの母親がポテチは一人で食べたら太るよって言って、なんかあんま食べられなかったんですけど、ポップコーンはなんか映画館でしか食べないですね。えのさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。最近地震も多い、そうです、だからあのなんか桜島とかも噴火も、火山のさ噴火も怖かったんですけど、で地震もそうですし、で今回こうやって大雨とかって言って、もう天災が恐ろしいので、そのでも雨なんか予想外だった部分もあるというか、ここまでみたいにはびっくりしちゃって、準備がそれで遅れちゃうのは危険ですもんね。本当に福島、青森でもいずれイベントありそうですよね。あ、そうですよね、ね、なんかどうなんだろう、いずれ、まあ絶対やりたいので頑張ろうと思っています。売れましょう、スターに。気象予報士取れたらウェザーニュースに、ニュースに入ってほしい。あ、あのいつもあのそう、あの動画 YouTube 今日もですけど、はい、か見てますねそう、すごい、あの自分にとってその YouTube でリアタイでこう見れたりするのってすごいめちゃくちゃこう安心します、本当に。でし、なんか結構コミカルに伝えてくれるじゃないですか、なんか予報士さんとかキャスターの方のプライ、なんかプライベートっていうか、なんかそうなの、トークも面白くて、見ちゃいますね。 CLK55AMG さん、初訪問ありがとうございます。ネオ C さん、初訪問ありがとうございます。そうなんですよね、なんかだからこう親しみやすいっていうのはすごい大事だなって、その方を見たい、話を聞きたいと思った時に行って、で必要な情報とかね、あとまあ癒されたりとか、すごい素敵だなと思ってます。お、21時回った、回ってしまった。ちょっとこの後荷造り頑張りますかね、荷造り頑張ろうと思います。てなわけで皆さん、今日もここまで見てくれて聞いてくれてありがとうございました。もういよいよ6日と7日に、宮城の遠征がありますので、ちょっと今この時期で難しいし、私もあまりこう強くね、皆さんに何だろうな、あれなんですけど、お願いはね難しいとこなんですけども、自分もソロの
ハートがあったりとか、あとはその今回葵ちゃん来れなくてそこは本当に残念なんですけども、シュリちゃんと一緒にこうステージを盛り上げて東北応援プロジェクトの、最初の日も一生懸命盛り上げて楽しい一日、皆さんにお届けしますので楽しみにしてほしいなっていうふうに思います。はい、でなんかあのプロジェクトの発表がされてから結構まだそんなに日が経ってないというか、経ってるけど経ってないっていうかなんですけども、でもあのスピード感大事にいろいろやっていきたいなと思うので注目しててほしいです。6日はつつじが丘公園で観覧無料の、ライブが、東北チャリティーイベントがあって、そこで13時半、35分、15時半、2本あります。観覧無料なので気軽に遊びに来てほしいですし、初めましての方特典会でお話に来てくれたら嬉しいです。そして7日がポエムの上野愛ちゃんの生誕公演の一部に出演させてもらうんですけども、でこの日も、ライブハウスでやらせてもらうんですが、ぜひ輸出予約全力でお待ちしてます。みんな来てくれるか、すっごいハラハラドキドキで、もうちょっと予約をね、輸出推し予約を増やしたいなって思っておりますけども、頑張ろうと思います。なのでちょっとでも気になった方、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして8月15日がラックユーアイドルフェスなので、こちらも開けててくれたらありがたいです。お気をつけていってらっしゃい。仕事しながら応援電波送ります。ありがとうございます。あ、皆さんもお疲れ様でした。またねってことで、おーすごい、あ、つよぽんさんも教えてくれてありがとうございます。皆さん配信ありがとうございました。それではまた明日とかお会いしましょう。ではありがとうございました。